はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。いやー、阪神タイガース上げてきたね。本当に 2.5 ゲーム差、本当にスーパー団子状態だというふうに思いますし、ちょっと広島言うてたら、阪神が3位下からグワー追い上げてきて、ちょっとやばいなっていう感じはすごくしてますよね。まあそんなことはね、今日はさておき、今日はね、結構ポジティブな話題をお話していこうかなというふうに思います。はい、何かというとですね、まあサムネイルとか見たらわかると思うんですけど、まあそのヘルナンデス選手ね、8月11日の中日戦、もう今ジャイアンツファンはですね、8月11日と聞いたら本当にもうみんな覚えてるんちゃうかなっていうぐらいね、ショッキングな出来事でしたけども、まあヘルナンデス選手がですね、まあそのね、ダイビングキャッチを試みた際ね、手首をガーンと逆方向にね、曲がってしまって、まあ骨折してしまったというところありました。はい、左頭骨遠位端骨折、ちょっとすごく言いにくいんですけど、まあ松井秀喜選手がね、ヤンキース時代に、同じようなこう骨折をされたんですけど、まあ復帰までに4ヶ月かかったんですね。だからまあヘルナンデス選手、まあ8月11日にやったわけですから、まあ間違いなくまあシーズン中に帰ってくるのはまあ無理だろうというふうにみんな思ってました。ただですね、本当に今びっくりしてるんですけど、今だいたい8月11日に怪我して、まあ3週間ちょっとなんですね。うん、経過で言ったらね、3週間ちょっとなんですよ。だからまあまだまだね、4ヶ月ぐらいかかると考えたら、まだ4分の1もいってないよっていうところなんですけど、実際ね、ヘルナンデス選手のリハビリのペース見てると、今すごいペースで今やってまして、もうギプス外したんですね。もう外して今2日目なんですよ。でまあ左手首やったんで、まあ右手でね、ティーバッティングをしたりとか、まあこう軽い運動というかね、まあペットボトルをこうちょっと水の入ったようなペットボトルをちょっとこう動かしたりみたいな感じで、まあ積極的にリハビリをやってるというところなんですね。で今日はちょっとすごくポジティブというか、希望的観測かもしれない。うん、ちょっとお前小山言い過ぎやろっていう風な企画になってるかもしれないけども、もしヘルナンデスが、まあシーズン中とは言わない、まあさすがにシーズン中は無理だと思うんで、ジャイアンツがね、例えばリーグ優勝して、で CS までに期間があったりとかあるじゃないですか。日本シリーズまで期間があったりするじゃないですか、多少ね。だからその、ヘルナンデスを欠いた中、ジャイアンツがね、CS であったりとか日本シリーズに行くっていうことになった場合、ヘルナンデス帰ってくる可能性あるんちゃうかなと思ってますと。でもし帰ってきた時に、今ね、モンテスが非常にこう、いい役割ね、浅野選手もそうですけども、非常にいい役割をしてくれてますけども、この状態でヘルナンデスが帰ってきたら、どういう打線、どういうスタメンになるのかというところをね、今日ちょっとね、お話していきたいと思います。その前にですね、まず、先日、昨日、まあ、ジャイアンツがどういったオーダーを組んでるのかというところを見ていった方がいいかなというふうに思うので、まあ、この辺にあたりね、ちょっと出していきたいと思います。はい、7月5日なんですけど、まあ、この辺、これスタメンになってまして、まあ、1番センター丸、2番セカンド吉川、3番レフトモンテス、4番、ファースト岡本、5番キャッチャー大城、6番サード坂本、7番、ライト浅野、8番ショート門脇、9番ピッチャー戸郷というふうになってます。まあね、ヘルナンデスを変えてる中、まあ、モンテス選手が非常にいい役割をしてくれて、まあ、その代わりと言ったらあれですけども、非常に、ね、いい活躍をしてくれていると、まあ、浅野選手も含めて、ね、いい活躍してくれてるんですね。はい、で、まあ、多少今ね、打線がちょっとこうあまり打ててないかなというところはあるんですけど、まあ、岡本選手の先日のホームランもありましたし、まあ、状態上がってきそうだなというところ、フィーバータイム入りそうだなというようなところあるんで、まあ、非常に、まあ、今ね、ヘルナンデスがいない中、最善のオーダーというかね、いいオーダーを組めてるんじゃないかなと思います。その中でね、はい、まあ、シーズン中は無理だと思いますけど、まあ、CS 日本シリーズでもし、いやちゃんと直してほしいっていうね、気持ちはあるよ、あるけども、もし帰ってきた時の場合のスタメンをちょっと見ていきたいんですけど、モンテスを外野にやったまま、非常にまあそのレフトでね、モンテスが非常に外野でハマってるというか、ちゃんとね、うまいこと処理もできてるんで、モンテスを外野のままにした場合のオーダーをちょっと見ていきたいんですけど、まあこちらになるんですけど、まあ1番、ライト丸、
1番ライト丸ね。で2番センターヘルナンデス。僕ここにねヘルナンデス2番に入れたいなと思ってるんですね。で3番にレフ、3番にレフトモンテス。これやばいでしょこの並び。で4番ファースト岡本で、5番キャッチャー大城で、6番サードに坂本で、7番に、セカンド吉川。7番に吉川入れちゃいますここで。はい。で8番にショート門脇、9番にピッチャーを入れるっていうところですね。はい。この打線どうすか。もう1番2番3番4番5番ぐらいまでやばいでしょ。うん。でこれね、まあ、いろんな意見あると思います、まあ、ヘルナンデスを5番に置いた方がいいんじゃないかとか、モンテスを5番に置いた方がいいんじゃないかとか、まあ、いろいろあると思うんですよ。だけども結局僕の理論ね、僕の理論言います。回ってくるいい打者をどんだけ回すか、打順をねどんだけ回すかだと思うんで、僕はこのヘルナンデス、モンテスを2番3番に置くこの打順っていうのはマジで最強なんちゃうかなって思うし、それに賛同する人も結構いるんちゃうかなと思うんですね。で、もう一個のバージョン見ていきたいんですけど、その逆にモンテスをファーストじゃなくて内野手にやった場合のオプション見ていきたいんですけど、1番、こちらにね書いていきます。はい。1番ライト丸、2番セカンド吉川で、3番センターヘルナンデス、4番ファースト岡本で、5番キャッチャー大城で、6番サードモンテス、はい、で7番レフト秋広で、8番ショート門脇で、9番がピッチャーと。これどうですかね。僕はいいと思うんですけど、はい。まあ、先日か吉川選手が2番に入っていい働きをしてたっていうのはありますから、まあ、吉川選手を2番に置きつつヘルナンデスを3番、まあ、これね従来の流れですよね。はい。でモンテス5番の方がいいんちゃうかっていう疑問あると思うんですけど、まあその6番って結構チャンスで回ってくるんですよ。まあ下位の3番というか裏の3番出したとかよく言われたりするんですけど、6番バッターって。うん。だから僕は5番にモンテス置くより6番にモンテス置いた方がこの場合はいいんじゃないかなって思ってて、うん、チャンスも強いですし、得点圏打率も高いですし、OPS もね、ホームランそこまで打ってないんだけど、高いっていうところで、このバッターを6番に置けるっていうのはマジで贅沢だなと思うんですね。で、まあ、このバージョンはですね、モンテスをまあ内野にやってるんでレフトが開くんですね。で本場やったら若林選手とか入れたいなと思ってたんですけど、ちょっとね、今こう肺が気泡かな、なんかこう開いた穴が開いたみたいな感じでちょっと入院してるんでちょっとね、ダメなんで、僕はそれだったら秋広選手ね状態いいんで、まあ、ちょっと守備がちょっと微妙かなってところあるんですけど、まあ、レフトに、まあ、期待も込めてね秋広選手を入れてますと。で8番にはまあ門脇選手ね、まあ、状態多少上がりつつあるんでっていうところで、下位からもまあチャンス作れるし、上位に回っても非常にいい打者が揃ってるっていうのがあるんで、こっちはどっちかっていうとバランス型かなって思います。はい。さっきのモンテス外野にした場合、モンテスを外野にした場合の打順は結構本当にヘルナンデス、モンテスを2番3番に当てはめて、めちゃくちゃこう強力打線、上の方に上位の方に強力打線を仕込んだっていう形になるんですけど、まあ、この内野手のバージョンっていうのは非常にバランス型というかね、どこからでも点が取れそうな、打順かなというふうに思うので、まあ、皆さんね、まあ、いろんな意見あると思いますし、まあ、ヘルナンデスもしっかり直してほしいって、まあ、無理してもし来年ねまた打撃が崩れたりとか、まあ、いろいろ後遺症が残ったりするのは怖いっていうのは、絶対あると思うんで、そこはね、僕も重々ね分かってるんですけども、もしですよ、もし本当に帰ってきた時にどういう打順になるかっていうのをね、ちょっとやっぱり想像したりするの楽しいじゃないですかっていうところで今日ちょっと見ていきました。はい。てな感じでね、実際まあやっぱりこう手首とかっていうのはまあ野球でね、キャッチするとき取るときも使うし打つときも使うしっていうところでめちゃくちゃ大事な部位ではあるんですけど、やはりまあ医師の判断であったりとか、まあ、トレーナーさんもねいっぱいついてますし、その中でねヘルナンデス選手はリハビリをしているわけですから、まあね、万全の状態というかしっかりね、そのカバーというかね、みんなでこうヘルナンデスをカバーしていこうという気持ちはありますから、そこはね、大丈夫だと思うので、まあ、皆さん心配しないで、僕もね一緒にね待っていたいというふうに思います。はい。そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあバイバイ。